あ、聞こえる？みんな聞こえてますか？あ、大丈夫？オッケー。ハルケリー、ケリーだよ。あ、すごい、200人も見てくれてる。ありがとう。髪の色かわいい。ありがとう。みんな、今日はいいことありケリー？ケリーはね、特になかりケリーだった。なかりケリーすぎてピエンみたいな。ねえ、200人って結構すごくない？うん、人気あるっぽいな。ケリーが配信やってるなんて全然知らなかった。聞いてはいたけど、見るの初めてだわ。なんかアイドルみたい。じゃあ、9時までみんなからの質問にどんどん答えていきます。ケリーちゃんブルベですか？私イエベだから裏山。あ、そう、私ブルベなんだけど、でも夏とか冬とかわけわかんなくない？マジわかんないんだけど。メイクはね、自己流でやっちゃってる。今日丸まった。あ、丸まった。眉描くの失敗しちゃって、うっ、最悪、丸まっとけみたいな。あと鳥飛んできて超丸まった。鳥怖くない？超ビビるよね、鳥。好きなタイプは？好きなタイプはね、優しいけどちゃんとフェロモンがあるっていうか、有名人で言うとディおじさんね。いいよね、ミステリアスで。顔出ししたことなくない？ないよね、あんなに曲売れてんのに。ディおじさん見てますか？見てるわけないし。あ、投げ銭ありがとうございます。後ろ向きさん、いつもありがとう。得意なモノマネは何ですか？リクエストします。モノマネやったことないよ。まあでも投げ銭してくれてるもんね。強いて言えば、強いて言えばですよ、パステルガンちゃんかな。やるんだよね。わかった、やります。うっす、おいらガンヌスケだど。ちょっとこれやばくない？やば。アイドルがやるモノマネの一番きついやつだ。自撮りする時のおすすめポーズ教えて。これ写真撮っていいよ。どんな時に丸まりたくなる？メイクしくった時でしょ。あとは普通に眠い時とか、テンション下がった時に丸まること多いかも。あとベタだけど、外敵に襲われた時は丸まる。鳥とか。鳥やばいよね、鳥しか勝たんみたいな。あ、また投げ銭ありがとうございます。後ろ向きさん、すみません。もう一度ガンちゃんのモノマネをお願いすることはできますか？何これ、質問？できますかって聞いてるから、まあ質問か。投げ銭してくれてるし、できます。いいですか、いきますよ。うっす、おいらガンヌスケだど。ね、なんで2回やらせた？なんか変わったファンついてるね。好きな音楽はポップスです。でも何でも聞く。また投げ銭。後ろ向きさん、今度は何？ガンちゃんのモノマネを3回やったらどんな気持ちがするか教えてもらえますか？これ質問なの？質問か、教えてもらえますかって聞いてるもんね。教えます、投げ銭してくれてるから。いい？やるよ。よし、おいらガトスケだど。ちょっと上手くなった気がします。